はい、皆さんこんにちは、エイトの大橋です。本日はね、2022年の5月の24日になります。時刻の方はね、ちょうど午後5時を回ったところです。今回はね、平田クワガタですね、見栽培している新生虫狙っていきたいなと思います。それではね、あんまり時間ないので今から頑張っていきたいなと思います。はい、本日のね、一発目はこちら。何か分かりますかね。ノコギリクワガタでした。とりあえず取ってみようかな。落ちそうだったけども、はい、ノコギリクワガタゲットです。どっか落ちていっちゃった。ここはね、何かしらいてると思うので順番に見ていきたいなと思います。樹液出てるんで、何もいてない。あれ、まだこの辺りは早いんかな。樹液はいっぱい出てるんですけどね、あっちもいっぱい出てるとこある。今日はね、小さい虫がいっぱいいますね。うわ、ここもめちゃくちゃ出てるけどな。泡吹いてる。どうな、おっと、平田クワガタ発見ですけど、この中に入っていきそうなのでそのままにしとこうかな。中に入っていっちゃいました。撮影できてるかな。ここ樹液ダラダラですね。虫もいっぱい。はい、平田発見しました。お、気づかれてしまったかな。オスとメスでね、交尾してるんかな。まだね、土から出てきたばっかりで、いっぱい土ついてますけどね、必死で逃げようとしていきます。まあ、このままにしときましょう。あそこにも何か、ちょっと待ってくださいね。こっちはこれはなんだ、これは結構大きいけど、コクワっぽいですね。はい、ここはね、コクワがものすごいいっぱい。こことこの穴にもいてるんかな。この辺にはワシャワシャしてるな。裏の方にね、樹液出るところがあるんで、ここにもいてるな。ここは10匹はいてるな。平田はなかなかいません。はい、火もね、暮れてきだしたのでクワガタが結構いてるんですけど、今日はほとんどコクワガタ。これは何やろう、コクワガタばっかりやな。
1個大きいですけど、コクワガタでしょうか。すべてコクワガタっぽいですね。おお、やっぱり大型が勝つという方程式。はい、こちらではね、コクワガタがワシャワシャしてるんですけども、上の方にそれっぽいの見つけちゃいました。これ平田ちゃうかな。やっぱ平田やと思ったらテンションが上がるんですけど、あれあれ、あれ言ってた感じしたんやけどな。はい、先ほどねカメラには映らなかったんですけども、こっちもまたコクワの塊でしたね。一瞬開いたかと思ったんですけども、コクワ型が何匹かいるような感じです。ちょっと大きいかな。これだけ1個書き出してみようかなと思います。やはりね、最終の初期はね大きいのに植えてるんかな。でかく見えましたけども、45もないような個体でした。綺麗なね新生虫です、コクワですけども。はい、今回はねコクワの方はねご覧のようにワシャワシャしてましたけれども、平田の方はねなかなかウロに2匹だけかな確認することができましたけれども、見栄えしてる姿まではね撮影することができませんでした。次回はね平田の見栄えしてるちょっとこましなサイズ撮影していきたいなと思います。またね6月に入ると遠征とかいろいろ行こうと思ってますので、クワガタにね興味がある方、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではね、本日も最後までのご視聴ありがとうございました。コクワパラダイス。はい、最後にねこの樹木にノーカットでね何匹コクワ映せるかやっていきたいなと思います。いきますよ。1匹2匹3匹4匹、まあウロの中には5匹6匹、まず6匹ぐらいありましたね。ここに7、上の方に行きましょう。ここに喧嘩してる8、9、ウロの中には10、11、12、13、あの上に行ってるかな、14、まあざっくりで14匹ぐらいはいてました。